かすみのお部屋。豆部の皆さん、かすみのお部屋にようこそ。今週は札幌雪まつりの会場で行いました FM ノースウェーブの公開生放送にゲスト出演してくださったアーティストの方から豆部宛てにメッセージが届いております。まずはこの方、川野まりなさんです。お願いします。アニソン R 漫画アニメ研究部をお聞きの豆部の皆さん、部長の片岡かすみさん、こんばんは。川野まりなです。私川野まりなは今週水曜日に札幌雪まつり会場で行われた FM ノースウェーブの公開生放送にゲスト出演させていただきました。放送後にはライブも行わせていただきました。6年ぶり2回目の雪まつりということで、とても楽しみにしていたんですけど、想像以上にすごい雪で視界一面が真っ白になって、でもそんな中でも来てくださったみんなが雪像になるんじゃないかぐらい頭の上に雪を積もらせながらも聞いてくれて、楽しんでくれてすごく嬉しかったです。北海道に行くということが決まった時から楽しみにしてたのが、まず食べ物、石狩鍋とイクラを絶対食べたいと思って来まして、今のところ石狩鍋のフラグは回収しまして、イクラがまだです。あとは野球が大好きなので、日本ハムファイターズのおたかつをするのをすごく楽しみにしていまして、オフィシャルショップに行く予定を立てたりと楽しんでおります。そんな私川野まりなですが、去年11月20日にニューシングル睡蓮をリリースしました。水に恋と書いて睡蓮と読みます。こちらはタイトルの通り、水に溺れそうなぐらい没頭する恋をテーマにした曲になっています。恋というと異性に対する思いを想像すると思うんですけど、私にとっての恋のイメージはそれだけじゃなくて、どうしてもこの人を振り向かせたいとか独占したいとか、友人だったり夢もそうですし、受験などもそうだと思うんですけど、何かに対する執着心を恋と思いまして、私自身は歌に恋をしているっていう思いがあるので、それを注ぎ込んで歌いました。モナカの田中秀和さんが作曲してくださった激かっこいい曲になっています。サウンドもすごくかっこいいので耳を澄まして聞いてみてください。そしてこの番組は漫画アニメ研究部ということで、私の豆部活動をお話しすると、私の豆部活動の原始体験はスラムダンクに尽きると思っておりまして、もうすべてのページ、何巻のどのページで桜木花道がこう言っているみたいなのが思い浮かぶぐらい、ちっちゃい時絵本代わりにスラムダンクに触れていたので好きなんですけど、やっぱり冬になると会いたくなるのは海南大附属高校の仁宗一郎選手ですかね。あの優しさに温められたいような気持ちになります。で、去年ですかね、表紙を井上雄彦先生が全部また新たに書かれて、新しく単行本が完全版みたいな形でですかね、新しい形でリリースされたんですけど、それも全て買いまして、もう一度改めて読み直して復習して、そのスラムダンクスピリッツを心に叩き込み直しました。それでは川野まりな、今後も今まで歌わせていただいたアニメの主題歌物語シリーズですとか、夏美友人帳詩の宝物だったり、 A チャンネルの曲などずっとずっと大切にワンマンライブでも歌い続けております。また北海道にも歌を届けに来れるように頑張りたいと思っているので、その時はぜひ遊びに来てください。これからの情報は随時公式ホームページや公式ツイッターアットマークマリナ148cmマリナ 148CM で更新していくので、そちらもチェックしてください。では最後に1曲お届けしましょう。去年11月20日に発売したニューシングルです。川野まりなで睡蓮。川野まりなでした。川野まりなさん、番組宛てのメッセージありがとうございました。そして札幌雪まつりも楽しかったですよね。2月5日水曜日に雪まつりの会場に登場してくださいました。ぜひね、また今度かすみのお部屋に来てくれるのお待ちしておりますよ。さあ続いては佐々木さやかさんからのメッセージです。お願いします。
アニソン R 漫画アニメ研究部を聞きの豆部の皆さん、部長の片岡かすみさん、こんばんは、佐々木さやかです。お久しぶりとなっておりますが、皆さん、お元気ですか？私、佐々木さやかは、昨日2月6日に札幌雪まつり会場で行われた FM ノースウェーブの公開生放送にゲスト出演させていただきました。とても楽しかったですね、皆さん。うんうん。そうね、盛り上がったし、雪も降ったよね。うんうん。放送後にはね、スペシャルライブも行わせていただきました。来てくださっていた方もいらっしゃるでしょうか。さ、雪祭りで歌わせていただくのは、6年ぶりかな？一番最近が6年ぶりだったんですけれども、最近よく札幌には毎年歌いに来れているので、やっぱりこう冬のね、札幌に来れるとまたなんかちゃんと北海道感じてるなという感じもしますね。そんな私佐々木さやかは、先日デビュー10周年を迎えまして、その、10周年を記念してカバーアルバムさやカバー2をリリースしました。今回のアルバム、前回のさやカバーの1枚目から5年ぶりの、そうですね、久々のリリースとなったんですけれども、その5年の間に皆さんから、いや2が出る時にはこの曲をお願いしますとか、ぜひさやカバー2でこれにチャレンジしてほしいですっていう、こうメッセージもすごくたくさんいただいていたんですけれども、そんなお声と、そして私のライブで皆さんとぜひ一緒に盛り上がりたいなと思った曲を12曲、セレクトしまして、1枚のアルバムに閉じ込めました。今回アレンジャーさんがすごく素敵な、なんか私がこう原曲を愛するものとして、あ、こんなアプローチ素敵、あ、こんなバージョンもいいよねっていう、あの素敵なアレンジをたくさんしていただいたので、ぜひアレンジの面も楽しんで聴いていただけると嬉しいなと思います。そしてさやカバー2を聴いた後には、そういえば原曲、やっぱりこっちもかっこいいよねということで、こう原曲に行ったり来たり、そしてさやカバーに戻ってきたりという、なんか何度も楽しんでいただけたらなと思っております。さあ、この番組、漫画アニメ研究部ということで、私の豆部活動とし、そうですね、ずっと、もう2年くらいかな、ずっとスプラトゥーンの2ずっとハマってるんですけど、一旦やらなかった時期を経て、また最近もすごくハマって、ずっと合間合間にやっていたり、このねさやカバー2のレコーディングがすごくギュッと、すごく大変にこう過密なスケジュールだったので、もうスタジオの行き来と夜にちょこっとだけスプラトゥーンするっていう息抜きを経ての出来上がりなのでぜひぜひスプラトゥーンしながら聴いていただくのもいいかもしれませんそして、このさやカバー2のライブを7月18日土曜日に東京の代官山ユニットで開催いたします。現在発売中のさやカバー2の CD の中に、チケット先行の案内も、入っておりますので、締め切りもう少しとなっておりますので、お急ぎ申し込んでみてくださいね。そして来月また札幌に戻ってきます。来月はですね、3月7日土曜日にウルトラヒーローズエキスポザライブ、札幌公演ということで、ウルトラマンたちが戦ってアクションして、とても素敵なショーの中、私が歌わせていただきます。札幌文化芸術劇場ひたる、新しいね、劇場で歌わせていただきますので、ぜひ皆さんホームページ等をチェックして遊びに来てください。それでは最後に、リリースしたばかりのアニソン特損カバーアルバムさやカバー2から、佐々木さやかでスーパードライバーお聴きください。以上、佐々木さやかでした。2月6日木曜日、札幌雪まつりの会場で行いました公開生放送に登場してくださいました佐々木さやかさん、番組宛てのメッセージありがとうございました。熱い熱いアニソンカバー、こちらね、1月29日さやカバー2リリースになったばかりなので、皆さんもぜひ聞いてみてください。本当ね、佐々木さやかさんの歌唱力、あとはそのもうアニソンへの愛ですね、もう伝わってきますので、本当におすすめです。
FM のおすめるアニソン R 漫画アニメ研究部、今日は札幌雪まつりに登場してくれましたアーティストの中から川野満里奈さんと佐々木さやかさんのコメントご紹介しました。以上、霞のお部屋でした。